皆さんこんにちは、シーカフェ福岡へようこそ。今回は福岡の箱崎にある行列の絶えない超人気なパン屋さん2店舗をご紹介します。まずはじめにご紹介するのは、築70年以上の古民家を改装したレトロな雰囲気のパン屋さん、永田パン。箱崎宮さんのすぐ近くにあります。昭和を感じさせる雰囲気がとても素敵です。お昼過ぎに行ったのですが、まだお客さんは並んでいました。ショーケースはどこか懐かしさを感じるパンたちが並んでいます。とてもレトロなパンですね。ちょっと今回行ったのがお昼過ぎだったので、パンの種類があまりなかったんですけど、まだ気になるパンはあったので購入していきたいと思います。後ほど帰ってまたご紹介します。駐車場は隣にあるパーキングを利用できます。スタッフさんにそのことを伝えるとコインをいただけました。今回購入したのはこちらの4つ。いちごジャムパン、くるみあんパン、カリカリチーズ、そしてピロシキです。いちごジャムパンは中にいちごジャムがたっぷり入っています。こちらのくるみあんパンもあんこがぎっしり。ピロシキとカリカリチーズの中はこんな感じです。ではいただきたいと思います。まずはピロシキから。ひき肉、しいたけ、たけのこ、春雨を炒めて煮込んだ料理を包んでカラッと揚げた揚げパンの中では人気ナンバーワンのパンです。こちらのカリカリチーズ、このカリカリ感と中に入っているチーズがとても素朴な感じで懐かしい味を感じることができます。チーズもどこかで食べたことあるような安心する味でした。いちごジャムパン、生地がとてもソフトで、こちらも懐かしさを感じることのできるパンでした。子供の頃によく食べていたジャムパンを思い出します。こちらのくるみあんパン、香ばしく焼いたくるみの香りと優しい甘さの粒あんの相性がマッチしていて、また食べたくなるような味でした。いつもそばにいて少しだけ心もお腹も満たしてくれるパンを作り続けていきたいという願いが込められているお店です。お店のインスタグラムでは新作パン情報や定休日なども投稿してあるので、気になる方は概要欄に貼っておくのでぜひご覧ください。次にご紹介するのはストック。こちらのお店は以前中洲の方にある店舗をご紹介したのですが、本店がここ箱崎ということで立ち寄ってみました。中心街から離れているにもかかわらず、お客さんがたくさん並んでいました。駐車場もたくさん確保されていて、かなり人気なことがわかります。店内に入ると本当にたくさんのパンが並んでいます。入ってすぐにはハードパン系のパンが並んでいました。焼きたてが続々と出てきました。あまり見たことのない組み合わせのパンなども結構ありました。そしてスイーツパンも種類豊富です。
そうですね。そしてお店の一番人気は明太フランスなんですけど、これはお会計の時に明太フランスが欲しいことを伝えるといただくことができます。もしくはスタッフの方がちゃんと伝えてくれます。みんなこれは買う人が多いようで、店舗には並べずにもうレジの場所で用意されていました。はい、ではお家に帰っていただきたいと思います。今回購入した商品をご紹介します。ベルヘン、プレミアムキビック、栗とチョコのデニッシュ、チョコブリオッシュメロンパン、かぶせ茶とチョコレート、レザンメロンパン、そして洋風あんパンに明太フランスです。じゃあ中がちょっとどんな感じなのか切ってみました。こちらプレミアムキビックは自家製のカスタードを包んだクリームパンですね。こちら栗デニッシュは丸ごと栗が入っています。周りのごまもめっちゃたっぷりついてました。こちら見た目以上にとってもふわふわしてます。ホワイトチョコも入っています。レザーメロンパンは中にメロンパンなのにレーズンも一緒に入っていました。そしてこのチョコメロンパンは中が真っ黒です。洋風アンパンは中に小豆がそのまま入っていました。なかなか珍しいですよね。そして明太フランスは表面にもたっぷりかかっていますが、中にも明太子が入っています。そんな大人気商品の明太フランスからいただきたいと思います。表面はカリッと焼き上げられていて、中はとてももっちもちしてます。そして明太子がいい具合にパンに染み込んでいて、明太子の甘さが引き立てられた本格的なパンでした。これはみんな買っちゃいますね。美味しすぎました。そしてプレミアムキビック、クリームパンですね。小ぶりなパンの中にたっぷりのカスタードと、ほんのり生地の中にはかぼちゃも練り込まれてあって甘みを感じることができます。また普通のクリームパンとは違った組み合わせなので、とっても美味しかったです。はい、こちらのかぶせ茶とチョコレート、お茶の風味はあるんですけど苦味は全然なくって、ホワイトチョコレートとの絶妙なバランスが良かったです。次は洋風アンパンですね。大納言がそのままの状態で入っていて、食感を楽しむことができました。和と洋の組み合わせがとても感じられる美味しいパンでした。こちらのレンメル、最近練乳とあんことかピスタチオなどはよく見るんですけど、練乳とキャラメルが入っていて、この組み合わせは初めてだったので食べてみました。香ばしいくるみと甘さのあるキャラメルはとても癖になる味でした。最近練乳かける何かみたいなものが多いですよね。これからもいろいろな組み合わせを食べてみたいと思います。栗とチョコのデニッシュは中には大きい栗が入っていて、ごまがびっしりついていて風味がとても良かったです。こんなパンはなかなか見たことがないのですが、とても贅沢なパンでした。こちらのレザーメロンパン、メロンパンとレーズンという組み合わせもなかなか珍しいなと思ったんですけど、
ジューシーなレーズンがとても美味しくて、ザクザクな表面の生地との相性抜群でした。チョコブリオッシュメロンパンは、中はもちもちな生地で、リッチな風味が楽しめる新感覚のパンでした。ドライカシスがいいアクセントになっていて、甘さだけでは終わらないところが新しかったです。はい、どれも素敵なパンでした。本当に美味しかったです。でもやっぱり一番美味しかったのはどれかと言われたら、明太フランスになっちゃいますね。ですが、これは誰もが思うことなので、今回の中で私が特におすすめしたいパンはこちら、栗とチョコのデニッシュです。サイズはとても小さいんですけど、この組み合わせは個人的にはとても好きだったので、皆さんもぜひ見つけたら食べてみてください。いかがだったでしょうか。今回は福岡箱崎にある行列のできるパン屋さんをご紹介してきました。パン屋さんによってはパンの特徴も違えば種類も変わってくるので、気分に合わせて自分の好きなパン屋さんをぜひ見つけてみてくださいね。そしてこれからも福岡にある素敵なパン屋さんをご紹介していきます。ぜひチャンネル登録をして待ってくれると嬉しいです。そして YouTube の他にも Instagram や TikTok でも素敵なお店をご紹介しています。気になる方はぜひ覗いてみてください。最後まで見てくださりありがとうございました。また次回の動画も楽しみにしていてくださいね。